あ、皆さんこんにちは、石平の中国週刊ニュース解説でございます。今日は2022年3月12日ですけども、で今日取り上げて解説するのはこの2つの話でございます。一つは習政権に矛先を向けた政治協商会議委員の刮目提言、二番目は習近平は食料安全をことさらに強調することの真意ということですけれども、でまずこの習政権にね、矛先を向けた政治協商会議委員の刮目提言とは、それがどういうことなのかとなりますと、実はね、3月5日から10日まで、あの中国のね、いわゆる、まあ、国政条件機関である政治協商会議が、年に一度の、まあ、大会を開催したんです。この開幕式には習近平主席以下、まあ、最高指導部のメンバーたちね、全員出席して、まあ言ってみれば、まあ、全人代と並ぶ、まあ、年に一度の、ね、重要会議の一つ、ということですけども、でさっきも話したようにね、この政治協商会議というのは、まあ、上限期間ですから、ですから建前上ね、この会議の委員たちの一番の仕事が、まあ、要するに共産党政府に対して提言することが彼たちの仕事だとされています。だから毎年のね、この大会の期間中には、まあ、全国から選出の委員たちがみんなで一斉にメディアに登場してきて、まあ、いろんな提言を行うというのは、まあ、今までの慣例ですけども、ただし彼たちが普段行う提言のほとんどがはっきりと言って中身の何にもない、そういう形式ばっかりのもの、あるいは儀式的なものばっかりですよ。まあ要するに何かの提言をしないといけないですから、まあ適度なことを取り上げて、当たり障りのないということを、まあ、提言したり、あるいは提言してるふうにしたりするんですわね。しかし今度ね、やっぱりね、政治協商会議から真剣になって非常に敏感な問題に対して提言する人がやっぱり出たんです。その一人が、広東省選出の政治協商会議の委員であって、しかも広東省弁護士協会の会長である朱政府さんという人ね、彼はまあ3月2日政治協商会議の開幕に先立って、そこでメディアに語ったことが、要するに自分はね、この中国の刑法上の、まあ、中国語で言えば寻衅滋事罪という罪名の廃止を提言したいと彼がまあ言ったんです。この寻衅滋事とは、じゃあどういうことかとなると、寻衅とは要するに誰かとね、ことを構えることは寻衅ということであって、滋事というのは、まあ、要するに事件を起こす、騒ぎを起こす、事態を生じさせる。でこの寻衅滋事罪はね、という罪名はね、日本ではね、それ騒乱挑発罪だと、まあ、訳されてるんです。いや実はね、中国でね、この騒乱挑発罪ほどね、厄介のそういうね、罪名もないんです。だから中国国内でね、それポケット罪だと呼ばれるんです。まあ要するにポケット一つあって、何もかもその中に入れてしまうんです。要するに普段ね、まあ我々の法治国家ではね、何の犯罪にもならない行為であっても言論であってもですよ、中国ではそれが政府当局の癇癪に触れたら、あるいは多少政府批判的なそういう利用にね、持つものであれば、政府によってそれがね、まあ、騒乱挑発罪だよと言われて、この大きなポケットにね、入れられて、まあ、そのまま断罪されるということがよくあるんです。まあ、時にはまあ、ね、笑ってしまうほどの、まあ、こともあるんですよ。まあ、例えば、誰がね、車を運転してそれ警察に止められて罰金されたところでね、やっぱり腹立つんですから、だから自分のツイッターでね、ウィーボーでね、警察バカ野郎という一言をつぶやいたところで騒乱挑発罪にされてしまうんですよ。あるいは以前そういうこともあったんです。二人の若者が、まあ、日本の戦前の日本軍の軍服なしき、まあ、そういう服装を身につけて、まあ、公園でね、まあ、写真ポーズ撮って写真撮った、これが
騒乱挑発罪にされてしまって、まあ、拘束されたんですわね。いや実はね、この騒乱挑発罪はまあ以前から、まあ、ある罪名ですけどもね、問題はね、この罪名の乱用ね、特に近年になっては大変ひどくなってるんです。いやそれはね、やっぱり習近平政権の問題ですよ。というのは習近平政権はこの10年間ね、要するに国民に対する締め付けはね、ますます厳しくして、まあ、要するに統制強化というのはね、まさに習近平政権の政策の一環である。だからこそ彼たちはね、習近平政権はむやみにね、この騒乱挑発罪をまあ乱用するんですよ。まあ例えば誰かジャーナリストが何かの政府が隠したい事件を暴露とすれば騒乱挑発罪、あるいは、多少ね政府で批判的な言論を取ったり、あるいはまあ不満を言った人も、まあ、騒乱挑発罪にされてしまう。ある意味で騒乱挑発罪という罪名の乱用ね、むしろこの罪名の存在の乱用ね、習近平 にとってむしろ好都合ですわね。しかしここに来て、やっぱりさっきお話したこの習さんはね、彼は明確にね、このようなしょうもない罪名ね、もう廃止しようと話してきたんです。彼曰く、まあ、この騒乱挑発罪はね、罪名の定義が極めて大雑把であって曖昧であって、しかも乱用による冤罪が多くある。それを理由にして彼はね、この廃止を、まあ、提言したんです。まあ、ちなみにこの中国のメディアが、まあ、伝えたこの習政府さんが、提言した、寻衅滋事罪を取り消す、取消、取り消す、そういう提案をした。で、じゃあ理由の一つが、要するにこの寻衅滋事罪は、ね、まさに、ね、ポケット罪、中国語で、ね、ポケットのことをくじ袋と書くんですわね。まあそれが、まあ、提案してきたんです。しかし問題はまさにここですよ。習近平政権がこの騒乱挑発罪を乱用して、まあ、統制を強化する。それに対して逆にね、この習さんはこの乱用に、ね、政権による乱用に焦点を当てて、この罪名そのものの取り消しを求めるということはね、どう考えてもね、それはね、暗に、ね、習近平政権の統制強化に対する、まあ、真正面からの批判ですよ。要するに当然ね、あからさまに、ね、習近平批判できないけど、しかし習近平政権のやったそんなひどい政策を批判することも一種の政権批判になるんです。で、まあ、それが一つ。もう一つね、注目された提言はね、それは3月の9日にね、政治協商会議の経済委員会の副委員長を務める、著名の経済学者の劉正金さんという人、彼も、国内メディアに向かって、何が提言したかというと、いや提言というよりもね、要するに習政権の共同富裕政策に対して苦言を呈したんです。彼はまずね、いわゆる共同富裕ということの実現はね、まず低収入層あるいは貧困層の所得水準を上げることによって初めて達成できる。まあ当然彼言ってるこのことは当たり前ですわな。みんなね、所得水準上げるとみんな共同富裕ですけども、しかし問題は習近平政権が今までやってるのはまさにこの正反対です。それどういうことかとなると、2番目彼の話のポイントが、要するに貧乏人の収入水準を上げることで共同富裕が達成できる。しかしいわゆる恐怖製品的なやり方では共同富裕が達成できない。この恐怖製品というのは、まあ、中国が、まあ、昔からあった言葉であって、まあ、要するに富裕層から奪って貧困層を救済する、このようなやり方は劉さん曰く、これで共同富裕は当然達成できない、むしろ逆にね、共同貧困を作り出すことになるんですわね。要するに金持ち からお金を奪ったら金持ちが貧乏人になる。しかし貧乏人が救済されたとしても金持ちにはならない。結果的にみんな貧乏になっちゃうということ。じゃあこの批判はね、いやある意味ではね、まあ私から見ればまさに習近平批判ですよ。というのは
この番組でもね、まあ、取り上げて解説しただろうと言いますかね、去年の8月にね、習近平さんがまさに自分の長期政権作りのね、その準備の一環として、いわゆる共同富裕という一枚看板の政策理念を、打ち出したんです。それ以来ね、習近平政権ね、まさに劉さんの言ってるこの、共富製品というやり方で、じっていくようなやり方で、例えば、習近平政権の例えば民間の大企業、大富豪、金持ち、芸能人たちにね、巨額の罰金を課すのはずっと今までやってきてるんでしょ。いや、それね、まさに一種の恐怖製品ですよ。金持ちから奪って、それで一般庶民を救済する。まあ、結果的にね、まさに劉さんの言ってる、共同貧乏になっちゃうんですわね。それが、この劉さんの話の新聞のニュースを出してみたらこうですよ。劉世金さんは共同富裕を語る、サーフジピンという要するにさっきの共富製品ね、その結果は要するに共同の貧困、共同の貧乏ですよというふうにね、彼はまあこの共同富裕政策はまあそういう意味ではずれずに批判したんです。しかし、まあ、さっきも話したようにね、そもそも共同富裕が習近平さんの一枚看板の政策でしょ。この共同富裕政策の行き過ぎね、そういう形で批判するということが、ある意味ではね、要するに提言という形のまさに政治批判であって、理解するようによっては、まさに習近平さんその人にね、矛先を向けたともね、理解することができる。しかも、さらに、ポイントとなるのは、要するに2人のね、政治協商会議の委員がほぼ同時にね、習近平政権の政策をやりたまに挙げたということはね、それはね、どう考えるも偶然ではないんです。じゃあ、その背後に何があるかとなると、いや、実はこの政治協商会議というのはね、多くのメンバーはね、まさに民間の知識人、あるいはまあ民間の経営者結構多いですよ。ということが、この政治協商会議からこのような習近平政権批判の提言が出されたということはね、ある意味では要するにこの政治協商会議だけではなくて、要するに中国のね、今知識界あるいは企業界全体において習近平政権あるいは習近平さんその人に対する反発反感ね、結構広がってるということはね、そこからが読み取ることができるんです。さらにもう一つ重要なポイントね、実はこの政治協商会議のトップ主席を務めているのは汪洋さんという人、まあ彼も政治局共産党政治局常務委員の一人であって、要するに7人のね、最高指導、部の7人の中の一人であって、しかもですよ、この汪洋さんという人ね、やっぱり首相の李克強さんと同じようにね、いわゆるまあ共産主義青年党出身の幹部であって、まあ、要するに共生党派という派閥のね、大幹部の一人で、この番組でもね、取り上げて解説したと思いますけどね、今の中共産党の中枢部において、この共生党派こそね、習近平派に対する対抗勢力ですわね。じゃあこの対抗勢力の共同である汪洋さんが支配する政治局協商会議から、まあ、習近平政権批判の習近平批判のこのような提言が、まあ、行われたことが、ある意味ではね、まあ、上層部の権力闘争のそういうね、側面も当然あると思います。まあ、要するに今年秋のね、党大会の開催に向けて、要するに習近平が続投するかどうかという、ところに向けて、おそらくこれから党内闘争もね、さらにね、過発化する、あるいは激しくなっていく、まあ、一花のね、ただ花もまああるのではないかというのは、まあ、今日まず、1番目の話でございます。じゃあ、2番目の話は、要するに習近平はね、食料の安全をことさらに強調する、この真意がどこにあるかということ。いや、実はそれもね、政治協商会議の中のことであって、3月6日に習近平主席がこの政治協商会議の農業関係の分科会にね、
出席して、そこでね彼は大いにこの食糧問題を語ったんです。まあ、彼はまずね、悠々とした万事、飯を食うことは何人よりもの大事というね、中国人よく、まあ、時には使うそういう言葉をまあ使ってね、まあ、食料の大事さをね、強調する一方、それで中国がやっぱりね自力構成で自国の食料安全を確保する以外ない、要するに輸入に頼りにしてはいけない、しかも食料問題は見事にね戦略問題であると強調する一方において、またねこの食料安全の確保のために、政権としてはまあ各地方政府にね生産量のノルマを課すことにもしてるんです。要するにある地方でノルマがあって、それ、食料の生産ね それ満たさなければならない、あるいはそのためにね各地方の農耕地の面積の絶対確保もそれも地方政府に明言したんということです。まあとにかく習近平さんがこの会議でね、食料の安全のことは、まあ、非常に力入れて、まあ、強調したんです。いやだから中国のメディアもそれに反応して、そういうふうに伝えてるんですわね。例えばこれは3月7日にのあれ新華社通信 のサイトですけどもね、まさに習近平の言葉を引用して、このニュースを伝えた、悠々とした万事、吃飯というのは要するに飯食うことが何よりも大事という、大きいというね、習近平が食料の安全を語るというように、新華社もそう伝えてるんです。あるいはですよ、別のメディアも、それを取り上げて、いや非常に重要だぞ、習近平がこのように食料の安全を、お話ししたよというふうにも伝えてるんですわね。しかし問題はね、どうしてこのタイミングでね習近平がそれほどね食料の安全ということを強調するのかということになると、そこはね実は結構不可解のことに あるんです。一つはね実は中国政府の発表ではね、去年2021年は中国のね食料生産はね実は18年間連続で豊作となってて、しかも去年の食料の生産量はね過去最高の生産量に達してるんですよ。それはね6億8285万トンであって、まあ私ちょっと計算したので、ね、国民1人あたりではね487キロに達してるんです。決して少なくはないんですわね。というのは、じゃあ当然ここで疑問が生じてくるんです。去年はあれほどの豊作があって食料の生産量が史上最高の量になったにもかかわらず、じゃあ今にどうしてね習近平さんはねここでねことさらに食料の安全を強調するのかということ、まあ共作だったらわかるよ、去年が共作で食料不足だったらわかるんですけど、しかし少なくとも政府の発表ではむしろ大豊作であれば、じゃあどうしてそれほど強調するかっていうその真意がどこにあるか、まず一つ。もう一つね、さらに不可解なことは、実はね去年1年間中国はね海外からの食料の輸入をね大幅に増やしたんです。それ今年の1月17日に中国の税関が発表したところでは、2021年中国の食料輸入量は大増して最高記録を更新したんです。全体の輸入量は、1億6453万トンであって、しかも前年比、要するに2020年と比べれば 18.1% も増えたんですわね。じゃあそこがどこが不可思議なのかとなると、さっきも話したようにね、同じ2021年には国内の食料生産量が最高になった、過去最高になった、食料を大量に収穫できた、しかし同じ頃2021年において食料の輸入も過去最高になったんですよ。じゃあそれどういうことなのか。そうでしょ、国内の生産量が最高になったにもかかわらず、どうしてそれほどの輸入が必要なのかということ。
そうなるとじゃあ心謎をね解く鍵の一つはね、やっぱり最近の習近平さんのそういう発言にあるのではないかと、私が思うんです。じゃあそれをお話しする前にね、まずさっきの話、まあ一つはね、日本で刊行される中国の新聞ね、掲載した中国の食料生産は過去最高に18年連続豊作、まあそれ去年の12月に報じたんですわね。その一方、同じそれは中国国内のメディア大自在系というメディアが報じたところでは、去年の話で中国の食料の輸入、中国語では輸入というのは進行と書く、輸入量は新しい高い記録を作り出した、そういうタイトルをしているんです。まあ要するに去年のね、食料の輸入も大幅に増やしたということ。じゃあどうして生産量が過去最高になったと同時に輸入もあそこまで増やす、さらに習近平はどうして今になってそれほどね、食料の安全を強調するのかということになると、まあその理由の一つがおそらくこの話にあるんです。まあ実は3月の7日にね、今度習近平さんは全人代の、実は全人代とさっき の政治協商会議がほぼ同じ時期で開かれるんですよね。それ習近平は全人代の解放軍武装警察の文工会に出席して、軍全体が戦争の準備をしっかりかつ迅速に整えるというふうに、すみませんでした、この指示ではなくて指示を出す指示ですわね、この指示ではないんです。そういう話したんです。まあそれはね、まあ日本のマスコミもね、みんな結構敏感にまあ反応して、まあいろいろ皆さんおそらくテレビとかで目に触れただろうと言いますけどね。じゃあ要するにね、まあ実はこの戦争の準備をしっかりやるとかね、まあ以前からも習近平よく口にする言葉ですけども、やっぱりここに生きてですよ、結構強調してるんですよ、しっかり迅速に整えるというふうにね指示してることが、やっぱり習近平政権、特に習近平さんが常に頭の中で戦争ということを意識して、実際戦争の準備をあらゆる側面でね進めてるという状況です。そうなるとこの食料安全のことを強調することにしても、あるいは輸入量、食料輸入量を大幅に増やすこともね、考えてみれば場合によって習近平政権が進める戦争準備の一環であると、理解することもできるんです。要するに戦争がもし起きらない普通の場合は、まあ中国の食料はもう十分であるにもかかわらず、それほど輸入を増やす、あるいはまあ高地の面積の確保とか、そういうことをいろんな措置取るということが、要するにいざ中国が戦争になるとき、まあ要するにロシアみたいにね、例えば台湾に対して侵略的戦争を行ったときには世界中から制裁を受けるんです。そうなると中国はね、実際約 2割の食料はね海外から輸入を頼りにしていますから、この海外から輸入が多くの部分は途切れてしまう可能性もないわけでもない。ですからそういう意味ではまさに戦争をやるために、まあ食料をね確保して安全を確保するというのは、まさに習近平が語るこの食料安全ということの真意、ここにあるのではないかというのは、今日は2番目の話でございます。まあ今日はね、先日閉幕した政治協商会議と今開催中のね、開催中のは今日って来週閉幕の全人代のこの話をまとめて、2つの、ニュースを解説いたしました。それでは今日もまたご視聴ありがとうございます。で、最後はまた一つ、新しい私の新刊、私の新刊というのも私と、伊沢先生との、対談本、明日
明日、今日は、土曜日に、発売されることになるんです。習主席に毒された中国、毒されなかった日本、要するに習主席ということを切り口にして、やっぱり日本と中国が思想的な伝統がどう違うかということから、じゃあ日本と中国はどう違うかということに焦点を当てて、対談を行った、この一冊でございます。ご興味のある方なら、ぜひアマゾンとか商店さんでチェックしていただければ幸いと存じます。それではまた来週よろしくお願いいたします。